どうもこんにちは、ザワチャンネルです。昨日はですね、YouTube ライブへのご参加皆さんありがとうございました。まあ、1時間というね時間ではありますけれども、皆さんとねああやって、まあ、画面を通してではありますけれども、直にね、意見交換であったり、そして陸上トークでねバーンと盛り上がったりとかでね、本当に内容の濃い1時間だったんじゃないかなというふうにも思ってますんで、まあああいった機会をね、まあ、これから定期的に、まあ、週1ぐらいのね割合でしっかりやっていこうと思ってますんで、まあその時にはねまた僕のツイッターの方で告知をしてから、まあやりますよというね、手でいきたいなというふうに思ってますんで、ぜひぜひ、次ねまた YouTube ライブするときにはですね、ご参加、そしてコメントですよね、いただけたらなというふうに、思っております。はい、ということでね、まあ今日のテーマなんですけれども、まあ何喋ろうかなと、まあ各大学のね新入生情報であったり、まあ各高校のね戦力分析なんかもやってもいいかなとかっていうふうに思ったんですけれども、まあこういったね、機会なかなかないんでね、まあ、今日はザワチャンネルが始まった時のね、ことをですねちょっと喋りたいなというふうに思ってて、まあこのザワチャンネルってもう5年やってるんですよね。2015年の夏に、スタートしております。ちょうど世界陸上のね、北京大会が、バーンとね盛り上がってたあの年にね、このザワチャンネルっていうのが始まったんですけれども、まあ、最初はやっぱり学生三大駅伝ですよね、まあ、大学駅伝を取り扱おうかなと思って始めたんですけれども、ちょうどその2015年っていうのが世羅高校、まあ、今僕ね地元は山口県なんですけれども、今仕事の関係でね、まあ、広島に住んでて、それでまあ広島といえばねやはり世羅高校っていうのがバーンあって、でまあ2015年っていうのが世羅高校が、まあ、3連覇をしたね、宮古寺で3連覇をして、そして、まあ国際新記録、まあ今のね、宮古寺記録を打ち立てた、あの時の回の年が2015年だったんですよね。はい。で、まあその時からですね、まあ僕、世羅高校の、まあ、虜じゃないですけれども、まあ、すごい高校がやっぱりね、広島にあるということで、で、まあその時のね、優勝メンバーのほとんどは卒業してしまうんですけれども、まあその次の世代ですよね、2016年に、だから3年生になった世代っていうのがやっぱ、また、ネクストジェネレーションと、言われた時代で、まあ、世代で、学籍のね、遠藤日向選手、まあ、今はもう住友電工行ってますけれども、まあ、遠藤日向選手であったり、まあ、世羅高校であればね、吉田啓太選手であったり、で、まあ、同じチームメイト、今、青山学院に吉田啓太選手行ってるんで、まあ、その同じチームメイトで言えばね、今、今年キャプテンか、青山学院のキャプテンされてる、神林優太選手なんかが、まあ、いる世代ですよね。あの世代が、まあ、あると。いうことで、まあ、特に僕は遠藤日向選手にちょっとね、注目してて、まあ、吉田啓太選手も当然注目してたんですけれども、初めてね、その時、まあ、2016年、ちょうど、広島県の隣の岡山市でね、インターハイが、開催されるということでね、まあ、僕は青春18切符で、岡山までね、えっちらこっちら行ったんですけれども、まあ、本当にですね、まあ、日本人トップ、まあ、前評判通りね、遠藤日向選手が、取りまして、まあ、1500メートルはね、優勝したのかな。で、まあ、決勝にはね、当然吉田啓太選手も、進出なんかしたりして、いや、本当にね、まあ、楽しかったなっていうところはあるんですけれども、で、まあ、そっからですね、ますます僕は世羅高校、そうなんですよ。結構もうあの時から僕、ツイッターを始めてて、で、そういったね、高校陸上界の、まあ、情報なんかをね、まあ、ツイートしてたんですけれども、それをですね、まあ、世羅高校の選手がちょっと見てた、みたいで、そのインターハイの時に、まあ、5000メートルに出場していた吉田啓太選手と、あと3000メートル障害にね、出場していた堀内宏樹選手。で、まあ、中国大会で負けてはしまったんですけれども、長峰選手とかがね、僕のことを知っててくれて、まあ、こんな感じでね、会場内で、まあ、堀内選手、吉田啓太選手とね、まあ、写真を撮ったりなんかもしたんですけれども、で、まあ、そのままですね、まあ、駅伝シーズンに突入するわけじゃないですか。で、その時に、まあ、僕がね、世羅高校の監督、まあ、当時なんですけれども、岩本監督、まあ、今女子のね、ダイソーの駅伝部のね、監督になられてますけれども、岩本監督に、なったつもりで、都大路、区間予想をしてみたという動画を作ったんですよ。5分ぐらいでね。まあ、それの区間配置がですね、微妙に当たってたんですよね、結構。
で、まあ、それを見た、その、まあ、津田高校の駅伝メンバーの選手たちがね、僕のことをやっぱ認知してくれてたみたいで、で、僕実際、その時、広島県予選、広島県のね、まあ、三次で行われるんですけれども、広島県大会っていうのは、まあ、そこに行って、現地観戦したんですよね。で、まあ、1区の吉田圭太選手を、まあ、ちょっと応援したりなんかして。で、まあ、まあ、前評判通り、世羅高校がね、ぶっちぎりで広島県代表のね、座を掴む、まあ、優勝するんですけれども、まあ、その時の区間配置が、まあ、微妙に当たっていたと、いうところでも、その世羅高校の選手たちのですね、心を掴んだみたいでですね、まあ、特に、その時2区を走ってたね、前外地選手、まあ、今駒澤大学行ってますけれども、で、まあ、一番のサプライズがですね、まあ、5区に僕、牧選手というね、当時そこまでね、名前が売れてなかったと言ったらちょっと申し訳ないんですけれども、牧選手という方をね、僕は5区に入れたんですよ。いや、牧選手来るんじゃねえかと。だから実際本当にね、区間配置されましてですね、いや本当に、まあ、しかも牧選手っていうのがね、まあ、僕の知り合いのお子さんの友達だったんですよね。まあ、そういった縁もあって、ちょっと牧選手、まあ、しかもタイムの時結構出してたんで、これ走ったら面白いんじゃないかなっていう感じでパーンと入れてみたら、まあ、それがね、本当に来ちゃったっていうね、感じで、まあ、で、結構ですね、その時の、県大会、まあ、僕もね、ちょっと選手たちとお話しさせていただいたんですけれども、本当にちょっとウェルカムで、迎えていただきまして、本当ね、40間際、まあその時まで40になってなかったんですけどね、30代後半のおっさんがですね、勝手に動画でね、区間配置して、いや、これどうなんかなとかと思いながらね、まあ現地観戦とかしたりしたんですけれども、本当にね、温かく、迎えてくれましてですね、いや、本当にね、もうすごい嬉しかったなっていうね、まあ、思いがね、その時あるんですけれども、まあ、そこからずっとね、親近感を持って、まあ、親がね、子供を見るじゃないですけれどもね、世羅高校の方ね、ちょっと応援させていただいてね、まあ、今に至るなっていう感じなんですけれども、まあ、さてさて、ね、今年、世羅高校、果たして、どうなのかと、まあ、本来であればね、小田記念とかの西日本純也とかで、まあ、そういったね、顔のお披露目じゃないですけれども、選手たちのね、まあ、新入生、1年生、2年生部門もあるんで、まあ、そういった新入生のね、お披露目会なんかもあったはずなんですけどもね、今、こういった状況で、レースがないので、全く、わからないと、いう感じなんですよね。まあ、都大路の結果、まあ、12位という、結果でしたけれども、まあ、3年生のね、倉本選手、中野選手が抜けても、あとのね、5人は、まだ在校生、ね、1年生、2年生だったんで、これはまだまだ、ちょっとね、楽しみなんじゃないかなと。まあ、そしてね、ここからね、ガッとね、上がってくる、まだね、いや、14分台の選手って結構いるんですよ。いるんですけれども、やっぱり世羅高校というね、そうなんです。やっぱりもう14分30、いや、ほんと14分30っていうのを切るっていうのは、もうかなりすごいことなんですけれども、まあ今のね、この高速化という時代になってくるとね、もう14分30を切らないとっていうね、ちょっと意識になってきてしまったんで、まあ、なかなかね、そのあたり難しいとは思うんですけれども、本当ね、これからの伸びしろ、期待値大のね、選手っていうのはね、たくさんね、世羅高校いるんで、まあその中でもね、やっぱり中学校の時から、応援させていただいてるね、今、2年生かな、小江ゆきと選手。で、その先輩のね、吉本選手。ね、この2名はね、高谷中といって、これ、吉田圭也選手のね、母校なんですよね。で、本当に、全中駅伝とかでもね、まあ上位に来るような、本当強い、中学校なんですけれども、まあそこの、選手2人がね、まだ、2年生、3年生で、まあしかもね、吉本選手も去年ね、都大路の2区でね、もう爆走してますんで、本当にね、最終学年、楽しみだなと。で、キャプテンの、新谷選手。まあ、僕は新谷選手って中学時代を全然知らなかったんですけれども、去年、一昨年かな、ジュニアオリンピックにね、出場されていて、その時に、世羅高校でもね、まあ、しかも、新谷選手、その時、入賞してますんで、まあ、その時にね、まあ、新谷選手を初めて知って、で、まあ、都大路でも、しっかりとね、走って、まあ、去年は、アンカー区間で、本当、区間上位でね、ゴールテープ切ってると、まあ、本当に、まあ、スピード、そして実績十分の選手がね、世羅高校をね、取りまとめていると、いうことでね、本当に、期待が、かかるんじゃないかなと、
いうふうにね、思っております。まあ、個人的には吉川選手、まあ、塩出選手とかね、まあ、速い、1年生の頃からねもう14分前半で走っちゃうような、まあ、強い選手もいるんですけれども、まあ、個人的にはですね、今年もう3年生かな、大西陸選手っていうね、選手が世羅高校おりまして、で大西選手っていうのが女子にねお姉ちゃんがいるんですよ。でお姉ちゃんも世羅高校のね、女子駅伝部で、大西響さんね、大西響選手って今ユニバーサルに行かれてると思うんですけどね、まあ、その弟くんが、今ね、高校3年生ということでね、頑張っているということなんで、まあ、この大西選手にもね、まあ、中学校の時から、弟くんがいるんだっていう感じでね、まあ、僕もちょっと陰ながら、応援させていただいているんですけれどもね、ぜひぜひ、まあ、留学生のね、ムアニク選手もね、最終学年、まあ、本当1年生の宮古路がね、とんでもない本当デビュー戦だったんで、あのタイムで走れて、なかなかトラックがね、タイム上がってこないんで、これどうなってんのかなっていうね、感じはあるんですけれどもね、最終学年、もう日本にも、セラにもね、バッチリ慣れてきてると思うんでね、まあ、ちょっと新しい留学生の情報もね、ありましたんでね、ぜひぜひ、最終学年ね、ムアニク選手、大爆発、大ブレイクでね、頑張っていただきたいなというふうに思います。まあ、結構聞かれるんですよ。ザワさん、どこの高校が一番好きなんですかとね。まあ、いろいろね、僕も挙げさせていただきますけれども、まあ、最近はね、九州の方にも僕よく行ってるんで、まあ、九州のね、まあ、大牟田高校であったり、自由が丘であったり、で、まあ、大分東明であったり、あと、慶応高校とかね、長崎の方もね、あと、鳥栖工業か、まあ、佐賀県のね、鳥栖工業であったり、まあ、いろいろね、もう本当に、応援したい選手、チームはね、いっぱいあるんですけれども、やっぱりね、根幹にあるのはね、やっぱり2016年のね、県大会で、まあ僕みたいなね、わけのわからんおっさんをね、温かい目でね、こう、ウェルカムしてくれたね、やっぱね、こちら、世羅高校。はい。世羅高校をね、かけながら、今年もね、応援させていただきたいなというふうに思ってますんでね、ぜひぜひ2020年の、世羅高校、大注目で、行っていただきたいなというふうに思っております。頑張れ世羅高校ザワチャンネルでした。いや、どうですかね、まあ、こういった、まあ、ザワチャンネルのね、まあ、最初の頃ですよね、まだ登録人数が100人もいなかったぐらいのね、こういったね、思い出話もね、いいんじゃないかなというふうに思ってますんで、今日の動画いいなと思った方は、評価ボタン、そしてね、チャンネル登録も、まだされてない方は合わせて、よろしくお願いいたします。